始まりました。人権フェスティバル2021オンライン。司会の福井県住みます芸人、ご飯大好きコメディアン、飯召し上がれ、コネオです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、今日はですね、やっぱり僕いつも炊飯器の中にご飯を持ってきてるんですけども、やっぱ今日は人権というテーマでございまして、皆さん見えますかね、こう、人権と、作ってきましたんでね。はい。しょぼいなって思ってる方おられると思いますけども、今日は皆さんぜひぜひよろしくお願いします。さあ、ここからですね、ゲストを迎えて、こういろんなハラスメントについてトークを、していこうと思います。今回はですね、ゲストのコロコロチキチキペッパーズのお二人です。どうぞー、どうぞー、コロコロチキチキペッパーズです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。こうやってでも多分コロチキとお仕事するのは多分初めましてですもんね。あ、そうですね。多分先輩後輩という関係性ではあるんですけども、コニオさんとは。何か一緒にやるということは一切なかったんで。いや、でも多分、コニオさんと幸福の窓口とかで一緒じゃなかったですかね。幸福の窓口一緒になったことないけどな。幸福の窓口っていうライブね。今の日本の社長の辻さんが開催してたライブみたいに一緒に出てませんでしたっけ。懐かしい。あれ一緒やったかな、もしかしたら。どっか、ナンバーのどっか体育館で。そうです。あ、それかな、一緒な。すいません、あんま盛り上がらなくて。はっきり言うの。すいません、すいません、本当に。僕が一応、2年生31で、この時期が33期になるんですかね。そうですね。はい、僕のイメージはもうきらめきオーディション予選で、僕がやっぱ予選で出て、もう2人が MC してて、はい。キングオブコント優勝して、もうだってあの時の漫才劇場で多分若手の中で一番最初に賞を取ったんじゃないですか、二人が。このでっかい賞。あ、そうですかね、はい。そうですね。キングオブコントとか NHK とかちょこちょこいらっしゃったんですけど、はい、キングオブコントとか M1 とかその辺では一番早かったかもしれないですね。ほんでなんか東京行った感じやったんで、で、こうやって今日多分お仕事するの初めて。ちなみに二人、福井県には来たことってあるんですか？福井県は営業とかで行かしてもらったことがあります。あ、本当ですか？はい。なんか福井県のイメージみたいなのあります？福井県は、なんでしょうね。え？福井県、お前だから、美味しい美味しい料理。美味しい美味しい。一番何が有名かな？東尋坊とか。そうそうそう、東尋坊観光地。はい。そう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 。え、料理やと何になるんですかね、福井って。やっぱ海産系ですかね。あと、おろしそばかな。あ、そばね。あ、そば。あれも好きですわ、僕。ソースカツ丼。ソースカツ丼。はい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 。めっちゃうまいですよね。だからまたちょっと福井来た際は、ぜひぜひね、美味しいものまた召し上がっていただきまして。はい、召し上がります、ナダル。召し上がります、ナダル。勝手に品種回路してもらいましたけど、ナダルに。メシで返された。止めて。そんな二人とも、トークしていきたいと思いますけども。お願いします。テーマはですね、ハラスメントでございます。まあ、ハラスメントといってもですね、まあ、いろんなものがあると思いますが、まずはパワハラについてトークをしていきましょう。皆さん、はい、まあ、ご存知と思いますが、例えばですね、まあ、同じ職場、まあ、現場で働いてる後輩に対して、こう、先輩という優位のね、立場を利用したハラスメントなんですけども、やっぱこれは、ちょっと、ナダル君はなんか聞いたところによると、ちょっと後輩にいろいろしてたみたいな話を聞くんですけども、実際のところはどうなんですか？そうですね、パワハラ王でした。え？うん。パワハラ王？パワパワハラ、僕も初めて知ったんです。そのね、ボケで言ったんですけど、あまりにも飲み込まれたんで、まあ、申し訳なかったっていう気持ちはいっぱいなんですけど。パワハラというか、やっぱりその、自分が、僕 NSC 入ったのも結構年行ってから入ったんで、はいはい、結構その同期の芸人とかが年下ばっかりやったんです。だから、全然望んでもないのに自分家連れてきて、うん、ゲームやらせて楽しいやろうとか言って、で、ほんでからなんか今日おもろいことあったんとか言って、なんか、全然おもんない場を提供して、無理やり家で遊ばし
で、僕が王様じゃないですけど、なんかそんな感じのことはしちゃってましたね、ちょっと。なるほど、なるほど。え、でもその時はあるんじゃないですか、結構楽しい時は楽しいんじゃないですか、その年下の。あ、僕も一応、その、被害者の一人で。西野くん、被害者の一人なんや。うん。はい、よく、ナダルさんの家に、高卒組を、こう、呼んでくれて、はいはい、ゲームしやーみたいな感じで、よくナダルさんの家に5、6人で行ってたんですけど、苦痛でした。もう、だから女も、ナダル君がもうなんか、あれやってこれやって、そこの場を仕切るみたいな感じで。そうですね。僕は、もう大学卒業して、社会人も3年やった状態で入りましたんで、うん、年がやっぱ7個ぐらい離れてましたんで、はいはいはい。やっぱり、その7個差って結構でかくて、うんうん、めちゃめちゃ偉そうにしてました。もうでもあれはね、まあ、言ったらこの NSC の時とか卒業してる時、ちょっとやっぱ尖ったりとかしてるから、今はもうね、丸くこう、反省して。そうですね。今となってはもうあんなことやってしまったな、みたいな感じで。はい。笑い話です。そんなにね、そんなはっきり。うん。まあ、ナダル君もそれに関しても反省してると。反省します。じゃあ、ちょっと西野君にもちょっと話聞きたいです。西野君そんなあります？そうですね、僕は、なんかやっぱり飲むのが大好きなんで、はいはい。1年後輩とかを、こう、仲いい後輩を、まあ、僕はめちゃめちゃお酒めっちゃ飲んで、後輩が飲んでなかったりしたら、うん、一緒に飲もうやとか言って、はいはい、なんか朝まで飲んで、で、その、後輩の家に僕が泊まって、みたいなことを今思えば知ってて、ほうほう、まあ、思い返すと、最後の方僕しか笑ってなかったんで、なるほどね。私は後輩苦痛だったのかなとかも思ってますね。あ、なんか、あんま正直なんかそのね、ほら、二人の感じだと、ナダル君のイメージが強いんで、西野君のあんまそんなイメージないんやけど、そういうこともやってたよね、その時は。そうですね、僕、お酒がちょっと入ると、ちょっと、なんか、まあ、こんなこと言うのはいいんですけど、人格が変わってしまうんで。はい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 。まあ、そういう時期はありましたね。今は大丈夫ですけど。なるほど、今、お酒飲んでも抑えてるというか。はい。じゃあこのナダル君から見て、なんかこう西野君、なんかこんなんありますよみたいなのあったりします？やっぱ横に見てて。そうですね、やっぱりそのお酒絡むとやっぱり本性出ると言いますか、ほうほう、やっぱりそのどす黒い部分みたいなありますんで。なるほど。やっぱり幼少期も、うん、なんか自分の妹を泣かして遊ぶっていうとんでもない遊びしてたんで、やっぱりちょっと本当に怖いんですけど、僕のナダル軍団のソイツドイツ、今年キングオブコント決勝行ったんですけど、ソイツドイツの市川刺身と松本竹山って2人が西野と初詣に行ったらしいんですけども、もうその時もやっぱ西野ベロベロで、で、なんか暴走する西野になんか、ちょっとやめましょうよ、西野さんとか言って、もう何言うとんねんみたいな感じで結構あって、はいはい、その、先輩やから何も言えずみたいな。で、それは楽しかったのって聞いたら、苦痛でした。楽しかったのは本人だけであってみたいな、周りそうですね。はい。いや、本当にね、このパワハラっていうのはね、なんか僕はどっちかってこの、受けることがどっちかって多くて、受ける。そう、パワハラを、だからさせられるみたいな。僕、その、昔、京都のお米料亭で、もう住みやす芸人になってから、はい。米料亭でちょっとお米のことを学びたいと思って、京都までその福井から電車で1時間半ぐらいかけて、バイトをしに行ったことがあって、で、まあそこで、そのお米の炊き方とか、まあお米の提供の仕方とかを、学ぶつもりやってんけど、研修がちょっと5回あって、で、僕もその、まあ、福井から、京都までやっぱ遠いから、でもそれでも京都の人がなんかお米をそんなに学んでくれるんやったら、じゃあちょっと研修で、よかったら働いてみませんかって言われて、で、はい、研修の3回目の時に、お客さんに、ご飯提供するときに、階段があるんやけど、その階段から、お米こぼしちゃってめちゃくちゃ怒ってて、もうお米がライスシャワーのようにこの、頭からこう降りかかってきて、うわぁ、で、その時に言われたのが、いやもう君が絶対米こぼしたらあかんからなって言われて、もうめちゃくちゃ詰められて。うわー、そうそう。だから受ける側も、うわ、こんなこと言われたみたいな感じで、当分ちょっとお米食べれなかったもんね。
トラウマだって。トラウマで、そう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 。あ、はい、まあ、でも、それに関してはマジで小尿さん悪くないですか。申し訳、ほんまに僕も乾きまんまやったんですけど、それ、ライスショーマークに米お客さんに売れた。そうですね。被害者とかしないよ。ちょっとあの、また別の話に、それは怒りますし。まあでもその時にね、こう、パッと言われたりすると結構、わってなっちゃうから。まあまあ、そうか。確かに、まあ、言い過ぎは良くないですからね、確かに。あんまりね、まあ、適度な感じで、まあ、こうやって今、笑い話にこう、なってるんでね、こう、全然、はい、まあ、やっぱり、こう、やってる方っていうのは、その、向こうの気持ちもこう、考えながらね、こうやって。なるほど、そうですね。まあ、でも、お二人も今はすごいもう反省してるし、あのね、今はそんなことないと思うんで、ね、これを見てるちょっと皆さんね、パワハラ本当に気をつけていただきましてね、ちゃんと反省して、はい、気持ちも理解して、あの、職場で過ごしてください。ではですね、次の、参りたいと思います。そして、このトラブル、今回はですね、モラル、ハラスメント。まあ、こちら、モラハラですね。まあ、道徳や、こう、倫理に反する精神的に嫌な思いを、この相手にさせた経験ですが、これは、ちょっと、ナダル君は、ちょっとやってしまったこと多いんじゃないですか、この。いや、そうですね。結構、まあ、モラハラ、もう本当にモラハラに関しては、ちょっと、うん、常にモラハラちゃうんかみたいなこと言われてるんですけども。ほうほうほう。だからもう日々ちょっと改善には努めてはいるんですけども、やっぱちょっと自分の中でちょっと覚えてるじゃないですけど、これはちょっと良くなかったかなっていうのが、あの、同期にあのザジーっていうピン芸人がいるんですけども、はい。ザジーがあの、生粋のモラハラ王でして。え、そうなの？ザジーが？はい。常に嫌なことを言ってくるというか。ああ、例えば。例えば、お前は西野の金魚の糞やとか。だいぶモラハラやね、それね。モラハラ王に対して僕が、やっぱり、まあ結構ごちゃごちゃ言ってくるわけですよ。結婚とかしても、したくもないのに無理やり、望んでもないステップアップしてるよな、とか言われるんですけど。嫌なこと。あ、とにかく会えば、口開けばモラハラみたいな感じで、嫌な感じで言ってくるんで、ちょっとあの、言われる、ザジーがもう常にやっぱごちゃごちゃ言ってくることに対して、はい、売れてへんやつに何言われても入ってこへんからどっか行けって僕言ったんですよ。おぉ、バチバチやね、もう。ほんなら、ザジーが黙ってどっか行ったんですよ。黙ってどっか行くんだ。そのモラハラに対してモラハラで返すみたいなことをしちゃったなとはちょっと思いますね。やっぱその、僕はもうちょっと器でかく、うん、なんかお笑いで返せたらよかったんですけど、ちょっと、うん、あまりにもちょっと強い言葉だったかなってはちょっと思いました。その、モラルとか関係なしの言葉やったかなというか、はい。その時は喧嘩とかにならんかったの？お互いこう、言ったら結構鋭く言われたりした時に。まあそうですね。やっぱりあの、正直手出しそうになりましたけど、あの、ザジごときで僕の経歴に傷つけたくないなって思っちゃって。ガチバチやないか。ガチバチやな。でもこれはね、ザジあの歌ネタも撮りましたもんね。まあそうですね。うん、まあでも、撮ったっすけどやっぱり、うん、人としての中身は何一つ変わってないと思うんで。それも昔からっすか？NSC 卒業って、今も。はい。もう昔からですね。なんかあの、小尿さんもご存知だと思いますけど、あの、ビスケットブラザーズの金ちゃん。はい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 。めちゃめちゃ優しい、同期の中でも有名なぐらい優しいんですけども。ぽっちゃりしてて可愛らしい金ちゃんね、うん。はい。金ちゃんもザジーにはぶっちぎれてます。え珍しいね。珍しい。同期のほぼ全員がザジーに切れたことあると。西野くんは切れたことある？ザジーに対して。僕は2年前の初詣でザジーと喧嘩しました。初詣で、それはまたなんでそんなことがあったんですか？それでも珍しいケースで、ザジーを僕が怒らしたっていう。あの、なんか僕、やっぱさお酒の話につながるんですけど、はい、あの、さっきそいつドイツにすごいなんか、たらたら絡んでたっていう、その日なんですよ。ザジーとデートが。で、そいつドイツが相手してくれへんくなったから、次はザジーに絡んでいって、あの、ザジーに、あの、金髪ロン毛の割に平場弱いっていうのをタラ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 言ってたらダディが怒って帰るっていうちょっと事件がありました。はい、やっぱり良くないなっていうのはありましたね。それはそんなダディが、うん、あの怒って帰んねやっていう。確かに、テレビとかネタで見てるザジー、そんな感じしないだけに、それでもう多分心やられちゃったんかな、言われたりしてね。
そうですね。やっぱ意外と派手ですけど、格好は。内面はちょっと素朴なんで。だって意外と。もしかしたらその革新的なこと人間って疲れちゃうと結構うってなったりするからね。それで。そう、はい、なるほど。そうかもしれないですね。それはもう僕らもちょっと言わないようにしつつ。これ、そうですね。同期の分やったら、まあまだ笑い話になるというか、同期なんで OK とか、先輩に対してとか、かそんなんは例えば、ナダル君とかないですか？まあ、結構やっぱその、アメトークとか、やっぱり、水曜日のダウンタウンとか見てたら、結構先輩にもガッと行くイメージがあるんで。そうですね。先輩やと、ちょっと変な空気になったのは、バンビーノさんが、はい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 。ダンソンで一世風靡した後に、パクリ台湾グランプリっていうアメトークで、あれすごいダンソンがまたもう一回バーンと言ったんですよ。キングオブコントで言ったけど、またアメトークでバーンってなった時に、みんなこう楽屋で、わあダンビーノさんすごいですねってなった時に、ナダルが、消えかかってた炎がまたつきましたねっていう、ちょっとその言い回し大丈夫かっていう。バンビーノさんの中で、あ、俺ら消えかかってたみたいな。それはもう本人のもしっかり聞いてるというか。あ、もう目の前で、本人の目の前で、うん、はい、言ってたって感じですね。もうその時の石山さんとか大丈夫やった？もう表情とか。あ、もう石山さんはちょっと、ぶち切れ寸前の顔をしますよね。あれっていう、ちょっと青い炎が、ちょっと出て、はい、静かに。それはでも、ナダル君の中では、自分の中で一番なんかこの、お二人をなんか褒めたたえるコメントというか、それでそういうところだよね。そうですね。だから、なんか今もめっちゃ好きなんですけど、キングダムっていう漫画ありまして、はいはい。氷光っていう将軍が火の起こしどころみたいなことをよう言うんですけど、その、何でもかんでも火に例えて言う時ありまして、うん。なんか、ビルさんのその、もう消えかけた炎がまた大変になりましたな、みたいなことを言うから、なんか違うところに火ついたみたいな。思いがける火がね。そうですね。なるほどね。だから、別に、藤田さんは大丈夫やった。藤田さんは何も言ってなかった、その時は。藤田さんは無言で顔引きつってました。一枚はやすごいね。二人とも顔引きつらせるってなかなかないからね。そうですね。要は引きつらせてます。もう一個聞いたのが、とある先輩の方が単独ライブ満席にしたときに、なんか一言言ったみたいな話をチラッと聞いたんですけど。ああ、そうですね。それはだいぶでしたね。そうですね。まあ。だから、その先輩が、まあ名前言ったら、まあ吉田達さんっていう先輩なんですけど、はい、もうほんまに大阪でめちゃめちゃ人気で、漫才もめちゃめちゃ上手くて面白くて、その先輩がナンバーグランド花月っていう、もう800人ぐらい入る劇場で、満席に、満席速完というか、チケット完売ってなった時に、すごいなーっていう話をしてたら、ナダルが、いやー、すごいですね、満席、チケット完売、知名度、全くないのにっていうのは言ったときは、ちょっと、あれっていう空気流れて、まあ、ナダルはそれだけ言ってどっか立ち去ったんですけど、うん。その後、相方の僕がちょっとナダルあれ本気で言ってるみたいな。うわうわ、怖い怖い怖い。ちょっと気にしてられたというか、僕がちょっと詰められたじゃないですけど、あれ大丈夫かな。それは、どうだ、ナダル君的には、まあ、そのフレーズがもう一番、まあ、さっきも言った感じで、褒め言葉というか。僕からしたら、本当にまあ、今となっては言わんでいい一言やったんかなと思ってるんですけど。いや、なるほど。でも、やっぱその時というか、今もやっぱ、根本的には、やっぱその、うん、まあ、その、売れてなくて、売れてないというか、その、全国区でもなくて、その、NGK 埋めるっていうのは、うん、漫才がどれだけ認められてんねん、この人らってのは僕ちょっと思ってたんですよ。なるほど、なるほど。確かに NGK 満席はすごいもんね。うん、そう、とんでもないところで満席にして、ね、テレビ出てなくて満席にするってことは、すごいネタ、まあもちろんもう劇場のトップで僕らの時は。はい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 。とんでもないことしたなって僕は思って、うんうん、テレビ出てなくて売れてないのに、うんNGK 満席マジですごいと思いますみたいなことを言っ
って、はい、空気が変になって、その場を立ち去ったっていうことです。立ち去るの。まあ難しいよね。その褒め方のチョイスでちょっと向こうがうんってなったりするときもあるからね。こっちとしてもそうですね。じゃないもんね。はい。ね。まあでもやっぱそういうことがちょっとたまにこのやっぱモラハラになったりするから、もう今はね、こうまあ勉強していって言わないように。そうですね。はい。誰かな。逆にじゃあ、西野くんは例えばナダル君に対して、まあ例えばネタ合わせやったりとか、こう打ち合わせとかで、こうなんかついつい言っちゃうことみたいなあったりするかな。ああ、そうですね。僕がちょっとナダルに傷つけてしまったかなっていうのもあったりして、うん、まあ、ネタ合わせ一応二人で、やってるときに、まあ、結構、割合としては僕の方がだいぶネタ作ってる割合は多いんですけど、やっぱり二人なんでコンビって、ナダルの案とかも、結構取り入れたりするんですけど、やっぱナダルの案っていうのが、うん、ちょっと僕の中で、うん、なんかよくわからん時に、うん、なんか丁寧に言ったらいいものを、うん、ちょっと全く言ってること意味わからへんわっていう、うんうん、ちょっと強めにこう言ってしまった時に、七曲がりの森下さんが横にいたんですけど、ナダル普段そんな言われ方してんの？もう、なるほど、なるほど。俺が言われたら、発狂してまうわ、みたいな。その、第三者から見たら、あ、きつかったんやっていうのを気づいた時とかはありましたね。それじゃあ言われた時はもう、ナダル君どんな気持ちでした？いや、本当にこれ、3日ぐらい前の話なんですけど、全然僕は、これぐらいの話は全然慣れっこというか、西野は、全く意味わからんなって言ってくること結構あって、はい、で、それが森下さんからしたら、嘘やろみたいな感じだったんですけど、もっとひどい時とかは、うんうん、普通にカフェでネタ合わせしてる時に、こういうのどうかなって言ったら、うん、西野が固まって、下向いて、頭ぐわーってかきむしりながら、またわけわからんこと言ってるって言って、結構人おんのに結構な大声で言われたこととかもあったんで。それもう周りもびっくりしてるよね。急に、え、何これみたいな感じになるもんね。そうです、そうです。で、僕はそこで土下座しまして。土下座してないよ。何かい話を盛ろうとしてます。そこまでさしてないです。俺悪くないぞね、みたいなアピールね。びっくりよ。まあでもそうですね、なんかちょっとやっぱその親しき中にもじゃないですけど、ちょっとなんか思いやる気持ちがやっぱ西野は欠けてますんで、そこはやっぱちょっと森下さんに言われて、ちょっとだけなんかマシになってくれたらなとは思ってますけど。なるほど。じゃあまあ西野君もちょっとまあネタ合わせでちょっとガッとなっちゃう時はあるけど、まあその時は相手の気持ちをちょっと持ってあげてみたいな感じでね。納得してないんですけど大丈夫ですか？すいません。大丈夫だからね、こう優しく相手に、まあ、嫌な感じに言わない、まあ、ネタ合わせはだって揉めるもんですから、まあ、でも相手が、はい、しないような感じでね、まあ、お二人気をつけます、はい、気をつけてもらえたらと思います、はい、人権啓発のやつでこれ納得せずに終わること絶対良くないと思う。納得してるよね、大丈夫だ西野君。大丈夫です。今は大丈夫です。ギリギリ行けました。まあ、今ね、納得していただきね、それで。では、はい、まあ、まあ、こういう経験、まあ、生かしてね、いろんなことを学んでいきますけども、まあ、いろんな、ハラスメントについてトークしていきましたが、まあ、こう、皆さんがこの気がつかないうちに、こういうことをやってしまっていることが、皆さんもあると思います。今後やらないように学んで、次はやらないようにしていきましょう。人に対して、まあ、思いやりの精神を持っていきたいかなと思ってます。じゃ最後にちょっとこの時期から、お一人ずつ、メッセージをいただいてもよろしいですか？今日の人権の会はどうですか？はい、やっぱり、ナダさんもさっき言ってましたけど、親しき中にも礼儀ありというか、はい、そういういつも一緒にいる人だからこそありがとうだとか、うん、ごめんなさいだとかをしっかりやっぱり言えた方が人間関係というものは結構うまくいくもんやと僕も思いますんで、うん、やっぱりそこはプライド高く持ってこの人にはこういうことは言わへんとかを考えずに素直に接していけたらいいかなと僕も思います。なので皆さんも一つの言葉が傷つけるだとか、ちょっと思いながら生活してみては
よかかなと思いました。ね、ありがとうございます。じゃあちょっとナダル君も一言よろしいですか？そうですね。やっぱりその、特にこういう世界で仕事させてもらってますんで、その辺のことは特に敏感になりながら、気をつけて、一つ一つの仕事を、まあ、ほんで芸人の仲間間でのやり取り、コミュニケーションなどもしっかりとっていって、まあ、チームプレイですよね、お笑いは。で、チーム力の結束高めて、より多くお仕事いただいて、より、単価の高い、企業さんの仕事をいただけたらなって思います。ちょっと最後、なんかいやらしい。あと、すいません。ちょっとそれやっぱりその、本業さんがやっぱでもネタ合わせの時とかでも相手のことを思いやって、やっていきましょうねって言われた時に、ショーは、で、納得いかんかったとこもちょっとやっぱり、本当に、相方として注意していこうと思います。もうぜひ、まあ、ね、こう、お二人がですね、まあ、こういうことを気をつけていったら、僕たち発信力もやっぱ、豊富なんでね、あ、それを見て、お客さんも直していこうとかね、あ、こんなことをやらないようにしようってなりますんで、コロコロチキチキペッパーズのお二人、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、人権啓発フェスティバル2021、オンライントークでした。コロチキのお二人、どうもありがとうございました。ありがとうございました。